今パソコン立ち上げてマイクロビットを用意して、これでは今あれですか、何を、ここから開発環境の名前を検索します。はい、マイクロビットって打ってみて。 M M、はい、英語というかローマ字でマイクロビットって入れるんですね、ここで。はい、はい、頑張って入れてます。いい子いらないから消そうか。面白いだ、猫でしょうか。はい、マイクロビット C MICRO、 これはマイクロソフトになっちゃうマイクロビットな、消して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 、そうマイロ R R O R と O B B I T ね、 B I T、 そう、あ R に変わるわ。ああ、間違えたらあかんな。マイクロビットと。ああ、1個消そうか。1個消して。うん、なるほど。出るか。出た。出た。よし。で、これが。これを入手。そうそう。これは Windows でいろんなソフトが買えるサイトですか？そうですね。ああ。Mac で言ったら Apple Store みたいなやつやね。はい、はい、はいよ。で、そこで、うん？で、開く。開く。あ、豚のマーク出た。ちょっと大きくしよう。簡単に言いますね、1の比べたら。そうですね。うん、昔のやつだったら変やったけど、ね。そう、なかなか。これ出るまで苦労したいけど。青い。もう。あ、一発でいい。はい。あ、もうこれでマイクロビット今から。もう入って、入りましたか。もう入りました。あ、もう入りました。早いですね。ここで名前をつけて。ああ、じゃあもう今からすぐプログラムできるわけ。そうですね。ああ、早いね。昔はなんかね、インストールのこう、何かいっぱい出てきたけど。とりあえず ABC。うん、はい。とりあえず名前をつけて、豚マーク出て、ようこそ。それは。あ、ようこそが出て。バツでいいやろ。うん、バツで。もうそれはいらないか。うん。カーソル見失った。カーソルどっか行った。なんか右下に流れてる。カーソルが。はい。選べるかな。なんか初めてですか、ようこそとか出たね。めちゃくちゃ重い。うん、おお。わかりにくい。大きすぎ、大きすぎ。大きすぎるんじゃない？どういう手？親指が、うん、そうそうそう、で、ここもバツして消しちゃって分かるかな、うん、そうそう、はい、やっとできた。はい、これで、とりあえずは、あ、じゃあちょっとここでマイクロビットをちょっと開けてみてもらおうか、箱、うん、それ開けてください。今、買ってきたばっかりのやつだから買うときバージョン2って書いてあるの気をつけないといけない ね、 あれ、うん、あ、ちょっと開けてあげてください。開けますか。
いいか。はい、じゃあここから出して、これ箱をなんかテープを貼ってあるから、それを剥がして、ナイフあったらよかった。まあいいか。うん、最近はなんか簡単にインストールできるよね。うん、だからあれが Windows の10以降やったら簡単にできるね。あれ Windows の 何ショップって言うんだっけ。マイクロソフトストア。ああ、マイクロソフトストアっていうとこで買えるわけやね。もういい、こちらで片方だけでいいんじゃない。まあいいや。はい、じゃあ箱開けてみてください。これは何が入ってるかな。マイクロビットとケーブル入ってる箱もあるんだけどね。テープが、うん、テープが手にくっついたな。こっから開けるんじゃない。あ、開いた。よし、なんかこの開封しますだけで YouTube できそうやね。はい、説明書が入ってまして、あ、シールも入ってるね。うん、シールも入ってる。で、いよいよ本体が出ました。あ、これがマイクロビットバージョン2やね。袋から出してみて、バージョン2って書いてあるか確認しようよ。はい、袋から、うん、袋から出てきますか。出ました。あ、バージョン2ってどこに書いてあるのかな。端っこのに書いてなかった、どっか。いやいや、その本体裏側の方や。裏、この右の下の方、ちっちゃい字で下の方に書いてある。あ、ここに書いてあるね。ここに書いてある。あ、バージョン2、右の下に書いてあるね。はい、これはバージョン2、間違いありません。はい、古いのはこれ。あ、古いのは、あ、古い方はバージョン2って書いてないね。 1.5 って書いてある。はい、でね、これ大事なとこだけど、うん、この方はここに黒いのが1個余分についてます。はいはい、これがなんか音が鳴るのかな。ああ、スピーカーがつい内蔵になったのかな今度はね。うん、バージョン2でないとかね。バージョン1とバージョン2の違いで、まあこれから買う人は必ずバージョン2を買ってくださいっていうことだよね。はい、であとパソコンとつなぐケーブルいりますよね。うん、USB ケーブルが、これは電源を取るんですか。電源と、電源と書き込む時のプログラム、うん、あ、プログラム両方信号も送れる、はい、ケーブルに気をつけないといけないね。で、電源ケーブルだけだったら動かない場合があるからね。やっぱりあのマイクロビット買う時に純正さんで買った方がいいと思います。ああ、100均やったら、いや、安いケーブルじゃない方がいいやな。うん、はいはい、見せてくれてありがとう。じゃあこれを今から、あ、ここにあのなんかこれ LED ですよね。マイクロビットに最初からついてる。そうですね、うん、LED です。それをまずつけるプログラムやってみようか。どうしたらいいですかね、これは。とりあえずこれをもっと大きくした、うん、大きくしたら小さくできるの、うんうん、あんまり小さくしなくて、四角、あそこの四角を押すとちょうどいい大きさなのかな。すげえすげえ。はい、でも小さくしてもこのぐらいにしといた方がいい。 あのぐらいの方がいいね。もうちょっと小さい方がいいみたいね。小さすぎた。なかなか大きさがなかなか設定難しい。大きさの設定、これをする。あそこプラスマイナスなかったかな。ああ、あったね、確かに。そのぐらいでいいか。はい、で、もういきなり繋いじゃって大丈夫ですか。まだいいや、うん、まあ、一個ちょっとプログラムやってみてください。はい、プログラム基本、はい、じゃあもうちょっと近い方がいいな、こっちに。もうちょっとこっち来ようか。ちょっと2台のパソコンが両方見えた方が、うん、はい、そんでまず
初だけに入れようか。最初だけに入れる。最初だけに持って。クリックしたまま持ってって。そうそうそう、ここに最初だけ入れて。使うなら絶対。ああ、入りましたね。はい。で、好きな絵一遍入れてみて。あ、押していけば白く変わる。白く変わるところは光るよね。全部光らすの。よし。まあ、ちょっと分かりにくいから、ちょっと光らせないとこ選んで、ちょっと全部光ると分かりにくいから、うん、ちょっとだけ、そう、少しだけ模様にしてみて、まあそんな感じでいいかな。それでいってみようか。もう一回押せば白黒反転できるんですね。これは黒いとこもう一回押せば、うん、はい。じゃあそこからどうしますか。形が決まりました。こういうふうになってるやん。そこにマイクロビットにつくモニターみたいなのがついてるよね、うん、はいはい。で書き込もうか。書き込んでみましょうか。ここ差し込んで、USB 端子に差し込みました。あ、ランプつきましたね。あ、ついた。お、なんか、この音で。あ、ちょっと音がし。今もうプローの書き込んでんのかな。いや、まだ。また。うんうん。買った時にね、こういう。うん。あら、なんか変な、うん、あ、それなんか最初に、あ、ニコニコマーク出るよな。ニコちゃんマーク。これは勝手に出るよね。いい。いいボタン押して。おお、なんか、ボタン押したら、B ボタン押したら、あ、最初からこれは入ってるプログラムだね。うん、これが動きました。で、これは新しく変えたら、よし、もう消えてもらうから。うん。あ、上書きしたら前のは消えるよね。うん、じゃあこれで今何を押したの？ピアリング？ピアリング、ダウンロードを押してこの画面になったので。ああ、ダウンロードをしてその画面になって、まずこのパソコンとマイクロビットをセットにします。はい。でピア、あら、あ、失敗しました。マイクロビットに接続しています。接続中にこんな音が出るな、うん、はい。で準備ができたんで、でダウンロードしてください。あ、一瞬やな。こっちが入ってる。ピクピク、あ、ピクピクなってるね。このピクピクってなってたら信号が来てるよね。そうですね。あ、来てるっていう、あ、そうやね、パソコンから信号来てるわけや。うん、もうちょっとで消えるまで待とう。だん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 あれが白いな、身の色。あ、これが、あ、今インストールしてるよね。あれがだんだん最後にインストールが終わったら全部白くなるよね。ここのとこ。うん、もうちょっとでございます。うん、もうちょっとまだピクピクしてるでしょ。最初は結構時間かかるんだね。かかる、最初かかる。あ、最初かかるんだ。うん。2回目から早いな。なるほど。今初対面だから挨拶する。あ、まだ、あ、ちょっとなんか変わりましたね。お、お、お、もう、はい、もうこれで。した瞬間にもうこの自分がこの、画面が、うん、この画面作った画面がもう瞬間に出てきたね。あ、すごいすごい。ということで、とりあえずは。マイクロビットに入ってる、これ25個ありましたかな、25個の LED をつけることに成功しました。
あ、なんか今早速他のとこのなんか触ってやろうとしてるけど、あとはここにいろいろ入ってるのでやってみよう。やってみればいいよね。そしたらな、はい、さんのあれで愛好表示のこれやろうか。はい、じゃあ先生の言う通りやってみて。この基本のアイコンを表示、アイコンを表示、これをずっというところに入れて、ここにずっと入れてみる。それはもうゴミにしといて。そうそう、それをずっとのところに入れよう。両手でやったりと思うよ、うん、肩を押さえながら。そうそう、それでもう一つ基本でね、基本、基本でね、基本落ちたろ。だからずっとこれ下げてみて、一時停止。あ、一時停止あった、うん、これこういう、それを入れてみる。でここに100って出てるやろ、うん、それを1秒でしょ。ここいかんか、これこれで押したまま、これでこれで押したまま、これでこう動かしたらいいと思う。そうそうそう、はい、動かんか。ここ押しといてな、うん、押しといて、押しといて、これでこっちの指で入れると思っていて。そう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 、はい、行きました。そこな、1秒、ここの100言うと落ちて1秒であるやろ、ここ、ね、うん、下に1秒出てきたね、1000って入れなくても、うん、1秒言ったら1000やね、うん、1000ミリ秒、そうそう、1000ミリ秒。その次な、またアイコンを表示しようか。適当なのを選ぶ。で、今度はな、アイコンを表示やってな、ここ入れるやろ、ここの1秒の下入れよう。あ、こっち違うのが出たな。アイコン表示、うん、で、さっきアイコン表示もう一回出してな、ここで、こう、これこれ、ここで基本言うとこう押さえてアイコン表示、それをそのままその下へ持っていこう。はいはい。で、ここでな、絵を選ぼう。あ、ここで絵を選ぶ。絵を選ぶのはどこのクリックするの？そこでいいのか、うん、選んでみて。あら、あらら、動いたな。ああ、小さくなった。だ、これ入れようかな。マウスがあった方がいいかな。マウスだと使い慣れてるんだけどな。あ、まあ、そうですよ、うん、ちょっと左手と右手両方使うのがまだ。マウス使えるか。マウスは使えない。むしろマウスつないと無理。うん、マウスが得だもんな。マウスがなあった方が、なかなか左手と右手両方使うのが。これいるよ。うん。ありがとうございます。よし、ちょっとマウスつないでみようか。よし。動くか。あ、今度動ける。はい。で、そこを好きなんでしょ、選んで、で、またその下にな、一秒入れようか。これ一時停止、基本のな、一時停止、基本の一時停止で、ここ入れます。で、これは2秒にしようか。なんか先生のと違うぞ、一個これが覆ってる、うん、いや、今覆ったか、はい、で、そこ2秒になったか。そこクリックしたら2000のと2秒な、うん、これでもう一回入れようか。これここインストダウンロードだね。あ、ダウンロードした。はいや、入ってる。もう入ったか。もう入ったか。あ、出た。出た。あ、もう出た。早いな。だな、うん。キリンが出て、次四角か。
キリンと四角が。キリンの四角出たやろ。これでプログラム免許変えたんや。よかったな。簡単やろ。めちゃくちゃ簡単。めちゃくちゃ簡単。まあこれで第一段階クリアやね。第一段階ここまでですね。まあ今日はこのぐらいにして、次また今度は次音しようか。音しようかね。はい。じゃあ今日ここまでしておきます。1回目はね。